にちは、ブルスのチャンネルです。はい、ブルちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はどこ行きますか？はい、お盆で、いつも月火のお休みのお店なんですけど、お盆でやってるということで、行ってみましょう。行きましょう、はい、絶対休みかぶってるから行けないとこだったからね。八千黒バーガー、京成さくらの駅前。あるって行ける距離でね。行きたかったんだけど、なかなかね、休みかぶってるからもう全く行けなかったんだけど、気になってたから。あと同業者とか、お客さんとかに行ってみてって言われたけど、なかなかね、ね、休みがね、重なっちゃうと残念ながら行けなかったので、今回お盆でやってるということで、やっと行けます。行ってきます。楽しみです。なんか八千代牛かな、の牛肉を使ってるみたいな。楽しみ、食べてみたい。少しでつきそうなので行ってきます。妖怪絵巻？妖怪？力迫ですね。辛いやつとナゲットとポテトのサイド。はい、そっちは。アボカドの八千黒バーガーとナゲットと。八千代の牛の牛乳を使ったカフェオレ。うん。うん。
そう。美味しそう。うわうわ、この大きさよ。このままじゃ食べれないからね。ちょっと潰しちゃいます。にゅー、逆でしょ。あ、こっちか、ごめん。わ、すごい重い、ずっしり。見てこの美しい断面、うん、アボカド入ってるからずっしり。いただきます。うん、うん、美味しい、めっちゃ美味しい。うん、食べ応えありそうだね。すごく食べ応えある。おいしい。それ入れて食べなきゃ。落ちちゃったの。すごい辛いと思うんだ。こんな感じ。うん。で、ここ辛いの一個残ってます。辛っ。それだけ食べたら辛いよ。はい。ジューシー。肉だね。ね、お肉美味しいよね。そして牛乳。ね、味違うよね。美味しそう。辛いのも美味しそうだね。うまい。卵が染み。おー、とろっとしてて美味しそう。もうほんとかぶりついて食べるって感じね。すごいボリューミー。半分食べてなかなかお腹いっぱいになってきました。半分でお腹いっぱいになってきたよ。すごいボリューミー。肉してたら美味しい。バンズすごい美味しい。バンズも美味しいけど、パテ美味しい。肉ごちそうさまでした。美味しかった。結構急なの。自販機バナナジュース、酒井さんにおすすめされた。
350、うん、お客様の S 様、うん、めっちゃ美味しいバナナジュースがあるということで来ました。バナナたっぷり、自然な甘さ、ヨーグルト入り。お酒作ってる会社だ。そう、お子様でも飲めるノンアルコール。え、1個？ 2 個だな。買いました。買いました。S 様買ってきましたよ。いただきます。いただきます。振った方がいいな。ね。振っちゃった。なんかこれあれだね。日本酒のワンカップみたいな感じの蓋です。こんな感じで全部開きます。お、すごい。あ、すごい。ストローさした時にものすごくあの濃厚な感じが。バナナって感じ。美味しい。バナナ。なんか何だっけ。バナナシェイクじゃなくて、なんか。砂糖は使ってないのね。たっぷりバナナと米、何ブロック米じゃないかな、自然な甘さですって。すごいこれ、美味しい。うん、あ、美味しい。ありがとうございます、教えてくださって。めちゃめちゃ美味しい。うん、S 様美味しいです。すごく美味しいです。ありがとうございます。濃厚。京成さくらの駅前のセブンイレブン前の、うん、あの自販機とか。そうそうそう、オリジン通り過ぎたとこに。うん、濃厚だね。濃厚。食べてきました。八千クロバーガー食べてきました。いや、すごいボリューミーだったね。赤だよ、まだ赤だよ。前の人が言ったかった。うん、それはダメで釣られちゃう。あの人が信号無視してる。危ないね、あの人ね。
ボリューミーになってしまいましてびっくりした、食べてて。あとトッピングが、うん、ナゲット。トッピングじゃないよ、サイドメニュー。サイドメニュー、うん、ナゲットとカフェオレ。ヤチオのヤチオの金を使ったがカフェオレ。竹谷さんが辛いペチーニョ。辛いやつ、すごい辛いやつ。バーベキューソース味とかと、竹谷さんはポテトとナゲットのセットと牛乳。牛乳牛乳美味しかったね。八千代牛乳、八千代牛乳、味がいい感じ。カフェオレも美味しかったけど、あの純粋に牛乳もすごく美味しいで、ボリューミー。夏だから辛いの美味しかったんじゃない。夏はやっぱ辛いの美味しい。欲しくなるよね。欲しかった。ボリューミーやっといけた、ね。うん、月火が普段休みで、そうで、このお盆だけ、うん、14、15。そう、ただ危なかったよね。あ、お、そう、もう出てくる時にはもう終わってた。もう、食べ終わって出てくる時にはもう今日の分は完売しましたってなってたから。そうそうそう、危なかった。ギリギリセーフね。ゆっくりして行ってたら、うん、食べられなかった。空いてるけど。銀行に行くのをやめてよかった。うん、だこれから銀行向かいます銀行は大丈夫。よかった、食べられて。美味しかった。いろんな人に言われてたんだよね。うん、うん、美味しいから食べてみてみたいな。ただ定休日が一緒だから。そうそう、食べられなくて。営業中に買いに行くってわけにもいかなかったからね。よかった、食べられて。美味しかった。2階がね、うん、イートインスペースで。そう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 。で、上上がって持ってきてくださるから食べて、食べ終わったら、あの2階の洗面所がすぐ目の前にあるので、そこにこう分別して捨てて。美味しかった。あと階段が急なんだよ、気をつけて。あ、どうしても桜だからさ、建物自体が昔の建物だったりするじゃない。だ、うちの実家ぐらいの急な階段。昔の家ってそうだよね。だ、それは気をつければ別に問題ないから。美味しかった。あの、お肉美味しいね。肉が八千代牛か。うん、美味しい。牛乳も美味しかったけど、あれなんかパテはあれだってしたよね、あれ。ソメイナのベーグル。あ、あそこのパテを使ってる。あ、美味しかった。パテ、バンズね。あ、バンズ、うん、パテは肉ね美味しかった。なんかなんて言えばいいんだろう。なんか言葉が出なくて申し訳ないんだけど、おいしいって感じだったの。なんか本格的なハンバーガーみたいな感じで、美味しかった。なんかお肉ってやっぱ変わるんだね。美味しかったな。また食べたいけど休みが一緒なんだよね。ポイントカードとかがあって、カードでバーガー1個買うごとにハンコをしていただけて、3ポイントだとお好きなトッピングを1つ、5ポイントだとオリジナル缶バッジかトッピング、10ポイントだと学生バーガーセット。学生バーガーっていうメニューがあるの、別に。で、発行から1年間有効です。で、誕生日月はジェラートプレゼントだったんだって。私誕生月だったんだけど8月です。しょうがないね、今日初めてもらったやつだから。来年の8月14日までは使えるので、もらっちゃいました。じゃあしまっとこう。いや、美味しかった。また何
かどっかのタイミングでやってるといいね。いけるといいですね。ねえ、ちょっとこまめにチェックして行けたら、お休みが重ならなければまた行きます。すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。辛いやつ。